さんです。バイバイだよ。ゆゆみーみーちゃんです。はい、今日の動画は仮面ライダーダブル10周年おめでとう。イエーイ。はい、というわけでね、10周年を記念しまして、はい、あのダブルの魅力だったりとか、変身だったりとかをね、今回はしていきたいなと思います。おやっぱり、ダブルの魅力、と言ったら、あの2人で1人に1つの相手になるっていう、そうやな、そこがめっちゃポイントやと思うんですけど、なんかみんな好きなシーンとかありますか？好きなキャラクターとか。でもなんかその変身のシーンで言うと、その毎回フィリップが倒れてそれをもう回収するところが、そうそうそう、あのアキコっていう、あの所長がいるんですけど、その子が毎回そのフィリップが倒れたらそれを回収する、そこもなんか面白いところの一つっていうか、そうキャラクターそれぞれね個性があって、翔太郎はすごいハードボイルドになりたいハーフボイルドっていう、めっちゃ優しいんですよね。そうそう、人に厳しくするけど結局できないとこもあったりとかして、すごい優しい心を持ってて、フィリップ君はいろいろなんか探す、探偵をやってるんですけど、そこで探し物をしてる時とかに能力でいろいろ探すことができるっていう子なんですけど、その子がまだ結構年齢の低い設定の子で、だからすごい幼いとことかがあって、なんか分からないこととかもいっぱいあって、それについて興味津々なところとかがすごい可愛かったりとかして、そうそう、で家族っていうものを知らない子やから、なんかそういうものに触れた時に心が揺らぐとことか、そういうのがすごいダブルの魅力のポイントかなって思います。めっちゃ喋ったすごい、めっちゃ溢れてるね、いいところが。そうそう、あと他にサブライダーでアクセルとかもいるんですけど、アクセルはどちらかというとハードボイルドって感じ、翔太郎と比べたらすごいなんか初めの方は結構きついイメージな感じで振り切っていくぜっていう感じだったんだけど、最終的にやっぱりこう仲間と一緒にいるうちにだんだん優しくなってきて、最終的にあの所長のアキコとくっつくっていう、そうなの？知らんか、それは知らんか、そこもめっちゃ見るポイントで、そうなんですよ。で映画とかでもそのアキコとアクセルのリュウ君がどうなったかっていうのがちょっと見れたりとか、楽しめたりするんですよね。そうなんや、はい、いいね。そうだったり、あと、あ、私ばっか喋ってすよ、いいよ。あと、あのやっぱりダブルといえば30話で通天閣が映るんですよ。そう、そこがめっちゃポイントで、夢の中で戦うドーパントみたいなのが出てくるんだけど、その中でアキコの夢の中にそのドーパントが登場して、ドーパントっていう敵がね登場して戦うんだけど、それが通天閣の、あのそこの神社みたいな、そうそう、近くのね、近くの神社があるんですけど、そこの神社でアキコが屋台を開いて夢の中で、そうそう、そこでなんかあのフィリップだったりリュウ君だったりがこうやってきてみたいな感じの夢のシーンの中で、アキコがそこでダブルに変身するっていう女の子が夢の中で変身するっていう感じで、通天閣上でめっちゃ戦う。そうだから、めっちゃここ聖地そうだから、ぜひ来てみてほしいです。聖地巡礼、聖地巡礼ですよ。いや、いいですね。そうそう、見たことなくても、あの隣特撮ファンクラブとか見るねアプリとかもあるんで、そこでもう一回見返して、あ、よかったなってこうね振り返りたいですね。はい、もっと喋っていい？なんか好きなとこ使ってで、あと3つ感動して泣いたシーンがあって、私途中でフィリップと翔太郎で2人でダブルとしてやってるんだけど、フィリップの力が強いせいで翔太郎と会わなくなってしまって、翔太郎と2人で変身ができなくなってしまう時が現れてしまって、でもやっぱり2人で変身したいっていう感じで、どうしようっていう感じになるんですよね。で途中で、いやもうダブルはやめようみたいな感じになるんだけども、最終的に翔太郎がとフィリップで、いや、やっぱり俺とお前じゃないといけないって、俺とお前で2人のライダーだって言って、そこであの変身するとっていうところがめっちゃ感動するんですよね。そうそうそう、なんか乗り切っていくっていう2人で力の差をで、あの最終的にその一番最終形態になるんですけど、そのダブルのね、そうそう、そこがめっちゃ感動するポイントです。そう、いろんな試練があるってこと。試練があるっていう。そうそうそう。で、二人やから乗り越えるみたいなのがあるし。いいね。お前じゃないとダメだっていうのがすごいいいなって思います。はい、ありがとう。
チョコレートも好き。あ、そう、ダブルもね、裏のあの、オープニング主題歌の WBX も、あれもすごいダブルの世界観出てて、その WBX の PV でも、そのダブルの2人が登場してるんだけど、そこもすごい面白い。見てほしい、ぜひぜひ。そうそうそう、その探偵事務所の地下のとこのシーンからこう始まるんだけど、その PV もぜひそこも注目していただけたらなと思います。はい、ということでね、たくさん語ってもらったところで、ここからはそのダブルの変身の仕方を改めてこう細かいところをこう前々に説明してもらったりとかして、ちょっとみんなで改めてダブルの変身していきたいと思います。イエーイ。それではここからマイマイにダブルの変身の仕方を教えてもらいたいと思います。イエーイ。はい、というわけでダブルは2人で1人のライダーということで、はい、なんですけど、今回はりょうにゃんと一緒に2人で変身しようと思います。イエーイ。フィリップ役で翔太郎役です。はい、はい、まずはフィリップの方に変身ベルトをつけた状態で、今1個しかないのでこちらで、ね、です、はい、行います。はい、まず、フィリップは左手にメモリを、サイクロメモリを持ちます。はい、翔太郎は右手にジョーカーのメモリを持ちます。持ち方は、持ち方は、人差し指と中指でこう支えるような感じで、こういう感じですね。これ結構難しい、はい、でこういう感じで押すっていう、そうここ、はい、そう感じになります。はい、で、肩のラインぐらいで押すっていう感じですね。先にフィリップから、フィリップが押します。はい、次翔太郎が、翔太郎、その後下に下ろします。で、一緒に息を合わせて、ふっ。で、声を合わせて、変身と言います。で、ここでダブルが出来上がるっていう感じになってます。エモい。うん。そしたら次は、翔太郎選手のままで、フィリップが動くんですけど、はい。左手のそのメモリを、こっちのメモリに刺します。はい。これまっすぐそのまま刺しますね。刺し切ります。はい。そしたら倒れます。怖っ。これ横倒れですよ、はい、横倒れです。で、ここでベルトが1個しかないのでこっちに差し替えるんですけれども、ね、はい、というわけで、フィリップがこっちの刺したメモリを、翔太郎が左手をもう1回刺します。そしたらこの翔太郎のそのジョーカーのメモリをくるっと回します。これはここの重心をこうやって置いて、うん、くるっと、回すのがポイントです、そしたらこの黄色のところにこのメモリを刺します。そしたら右手が上、左手が下で、ポイント、で手を開きます。でくるっとして、さあお前の罪は数えろ、で指を刺すっていう感じです。おー、かっこいい。最後の決め台詞がいい、いいね、うん、っていう感じなんですけど、途中でフィリップが、倒れた後の、翔太郎のこのメモリでこう刺すっていうとこなんですけど、原作の方ではちょっと浮いてて、こうやって浮いててそれを刺してるっていう感じになってます。今回ちょっとエアーでこう刺してるっていう感じになったんですけど、っていう感じです。うん、っていう。おー、これ難しいんですけど、あんまり押さえようにするっていうのが難しくて、なんか肩から動いてるな、うん、お、何日ぐらい練習しました？これでも毎日やってた。あ、練習の成果、練習の成果が出てます。毎回さ、どうやってここのパシッて決めるとかかっこいいね。それでは、その流れを一緒にやっていきたいなと思います。変身！さあ、お前の罪を数えろ。はい、という感じでーす。イエーイ。はい、というわけで、本来は2人で変身するライダーなんですけれども、1人でも変身できるちょっとオリジナルの感じなんですけど、やっていきたいなと思います。はい、というわけでまず左手にサイクロンを持ちます。そして右手にジョーカーを持ちます。それではまずサイクロンから、サイクロン、そして次体の向きを変えて、ジョーカー、下に下ろして変身。その後サイクロメモリをこちら側に
出ます。そしたらこちらの浄化メモリを回して出ます。右手が上、左手が下で出ます。お前の罪を数えろ。はい、これで一人の変身でした。イエーイ。はい、というわけで改めましてダブル10周年おめでとうございます。おめでとうございます。というわけでね、うん、これを機にもう一度ダブルを見たくなったあなた、まだ見たことないあなたはね、東映特撮ファンクラブで、っていうアプリで見ることができますので、下に概要欄貼ってますのでぜひね見てみてください。はい、イエーイ。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブちゃん、くるみチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。クイズに挑戦いきます。1時間前は4時で、3時間半前は5時でした。さて今は何時でしょう。1時間前は4時ってことは、3時間半前は5時、え、わからん。何、わかります。ちょっと答え見よう。そういうことか。時間じゃなくて何文字っていう。今は2文字でした。あー、ということでクルミチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。